チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国のおバカな嫉妬、日本ミサイル1000発、中国が日本を攻めない、なぜなんだわー、についてです。タピコは毎日の主食。ピノも流行。空き箱で作ったガシャで楽しく涼んでいるマリナです。本日は、韓国の面白いニュースがあります。タイトルが、韓国サード配備に驚いていた中国。日本ミサイル1000発には報復の言及なし、です。この内容は、中国様が日本がやっていることに関して、文句を言わないのに、韓国がやっていることに関して文句を言うよ、という愚痴を報道しています。どうです?バカでしょ。バカ丸出しです。それはね、もう韓国は、中国の属国の扱いなのですよ。もういい加減わかりなさいよ。あなたが寝返ったのですよ。寝返った国は、信用なんてされませんからね。特に中国みたいな国には。さて、本題です。22日、中国官営メディアが、前日日本が中国を狙って、中射程、中距離、巡航ミサイル1000発を配備するという報道に、会見のための手段に過ぎない、としながら低評価を下した。2016年、韓国が北朝鮮ミサイル防衛のための武器、サード、高高度防衛ミサイル、体系の配備を検討するとして、大々的な報復を、警告していた様子とは異なる。この日、中国、人民日報、の姉妹誌、環球時報、は3面トップ記事である。韓米、5年ぶりに大規模軍事演習再開、の下の3段記事で、日本メディア、日本、中距離弾道ミサイル1000発配備を考慮、という記事を載せた。前日に、日本政府が長射程ミサイルの大量保有を目指すのは、日米と中国のミサイル攻撃能力の差が開きすぎているためだ、としながら、中国は日本を射程に収める、地上発射型の中距離弾道ミサイルを、約1900発、中距離巡航ミサイルを、約300発保有しているとされる、と指摘した読売新聞の報道を引用した。環球時報は中国本土を狙う、ミサイル配備の動きに対して、すでに予想していた事案、という反応を示した。中国軍事専門家の曹中平氏は、同氏に対して、日本は2020年と2021年に、すでに中距離巡航ミサイルを増やすなど、反撃能力、強化を明らかにしていた、とし、1000発以上の中距離弾道ミサイルは数字に過ぎず、日本が中距離巡航ミサイルを大量に、生産できる能力を備えたという意味、と分析した。曹氏は続いて、ここ数年間、日本は、専守防衛を打破しようと努めながら、集団的自衛権の解除を叫び、自衛隊に攻撃と防御を兼備できる能力を備えさせた、と付け加えた。中国は、同氏に対しては、サードの時とは違い、日本に対する報復には全く言及しなかった。同氏は、中距離弾道ミサイルは日本が憲法をなし崩しにするための手段の一つで、未来の日本は弾道ミサイル、原子力潜水艦、さらに空母を研究開発する可能性がある、としながら、これはすべて日本の憲法が制限し禁止している事項、と付け加えるにとどまった。この意味深な言い回しは、何でしょうか?気持ち悪い。まさか、中国様は、韓国にはサード問題では、文句を言うのに、日本には中距離弾道ミサイルで文句を言わない。だから、卑怯だと言っているのでしょうか。馬鹿を言わないでいただきたい。朴槿恵が大統領だった時、アメリカが参加に反対したにもかかわらず、中国様に招かれて、ホイホイ、抗日戦勝パレードに参加したのですよ。もう、忘れてしまったのですか。それとも、単なる馬鹿ですか。だから朴槿恵政権が転覆しても、米国は何もしなかったのですよ。天安門で、プーチン大統領と金平とスリーショットで鼻高々で、笑顔で写真に撮られているじゃありませんか。それはこれです。この時点で、西側から東側へ乗り換えた事件ですよ。はい、続きを。中国様のマスメディアは、その代わり、
電子版を通じて日本の会見の動きを、米国の覇権野心、と構成して強調した。宋氏は、現在、日本国内の会見への力量は、ますます強まっている、とし、自民党をトップとする、会見勢力は参議院3分の2の、多数議席を超えた、と説明した。続いて、日本が会見しようとする理由は米国の黙認、としながら、米国が日本の力を借りて、自らの覇権野心を実現しようとしている、と米国を攻撃した。それと合わせて日本が平和憲法をなし崩しにして、専守防衛、である軍事体制に変えることはすでに決まった事案だと片付けた。まだ、中国様が報道している内容に、韓国がイチャモンしていますよ。笑える。ププ。だから、日本と韓国は全然違うの。いい加減わかりなさいよ。読売新聞は前日、政府は国産で、陸上自衛隊に配備されている、12式地対艦誘導弾の射程を現在の百数十キロ、メートルから北朝鮮や中国様沿岸部に届く、1000キロ、メートル程度に延伸し、艦艇や戦闘機からも発射できるよう改良を進めている、とし、地上発射の改良型は、当初の予定を約2年早めて、2024年度にも配備する方針、と報じた。日本メディアの挑発的な報道にも、中国様外交当局は公式対応を避けた。中国様外交部は今週夏休みであることを理由に、ミサイル1000発について論評しなかった。在日中国大使館もホームページや SNS を通じて反論せず、沈黙を守った。理解力が乏しいのですね。だから、日本と韓国は全然違うの。あなたの前大統領ムンジェインは、国賓で中国様に招かれたにも、かかわらず、一人飯をさせられたことを忘れたのでしょうか。そんな恥ずかしめをされても、文句一つ言わず、三府の誓いを捧げたのですよ。もう、忘れてしまったのですか。それとも、単なる馬鹿ですか。一方、日本経済新聞は21日、台湾有事事態が発生した場合、日本の対応を阻む3つの穴を指摘して対策を促した。第1に、日本と国交がない台湾に集団的自衛権の行使が可能な、存立危機事態の適用が難しい。第2に、台湾と九州の間にある南西諸島が防衛力の空白地帯で、継戦能力が十分に確保されているとは言えない。第3に、日本人保護問題で、有事の際の非戦闘員退避活動、NEO、について、シミュレーションを重ねてきた韓国とは違い、台湾内の在外日本人2万4000人や、沖縄など住民を含んだ、自国民合計10万人の避難計画の策定ができていないと指摘した。日本は中国様に対して、危機意識を持っているの。わからないかな。韓国は、違うでしょ。現韓国大統領、ユン・ソンニョルは、米国、ナンシー・ペロシ下院議長の訪韓を無視したのですよ。そんなことを見ている中国共産党は、日本と韓国を完全に住み分けしているです。ナンシー・ペロシ下院議長の訪韓を無視した、ご褒美で、外相会談が行われたのではありませんか。もう、すでに中国様側にいる韓国に対して、文句を言われてしまう存在でしかないのです。韓国のマスメディアも、わかっているんでしょう。夕方、泣いている虫の声が、秋の虫の方が多くなってきました。皆さん、もう少しで暑いの終わりますよ。水風呂に入りながら、ほっとしているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。